育児をする、食事を作るとか家事をするとかおむつ替えるとかね、それがイクメンっていうことでしょうか。やっぱり役割分担ってことがありますよ。オカリさんはよくセミナーで年間4600時間働くというふうに言ってますけれども、はい、うん、あれはやっぱりこうみんなをこう盛り上げるために言っている、うん、まあ、嘘とは言わないまでもネタですよね、うん、ネタじゃないです、本当です。だって年間に4600時間って言ったら1日に何時間働けるんですか。あの1日16時間労働ですね、まあ、日曜日だけ休んで働きますと年間で4600時間になります。ということは1日16時間、寝ている8時間以外はずっと働いてるってこと。まあ8時間もそんなあのだらだら、ね、寝てもいませんけどもね、はい、まあ、寝てる以外はまあ大体働いてるということにはなります。はい、でもなんでそんなに、うん、働くんですか。なんでなんでそんなに、なんで、まあ、まずですね、これとにかくハードワークね、あの仕事でやっぱり成果を上げたければですね、ハードワーク、これが基本ですよね。あのこれね、まずきっかけはですね、ランチェスターの話をね、まあ、たびたびさせていただいておりますけれども、これあのランチェスターのご指導いただいている師匠がですね、まあ、とにかく中小企業ね、中小零細企業、従業員10人以下の会社、そしてね、創業して15年に満たない会社はもう差別化が難しいから、とにかく人よりもたくさん働くということで差別化しなさいということで、まずは成果上げたければ年間4600時間というふうに言われたんです。カレーのココイチの宗次さんもね、もうとにかく仕事で成果上げたければ5000時間というふうにおっしゃってますけれども、それをちゃんと鵜呑みにしてですね、実践しているという、そういうことです。ハードワークです。差別化をするための長時間労働ということなんですね。まずはね、あの何かその特別売るものがあるわけではありませんしね、あの能力とか実績あるわけではない、だからとにかく人よりも働くということで違いをつけていくというね、まあ、そういったことで、ちょっとこれ言わせてもらっていいですか。まあ、僕こうやってあの売れる営業相談室でね、営業マンのご指導なんかもいろいろさせていただいたりとか、これモチベーション大学でね、まあ、たくさんいろんな方ここにお越しいただいてなんてことがあります。そしてね、弊社のスタッフもおりますけれども、まあ、僕以上に働いてる人いないでしょうね。僕以上に働いてる人はいないと断言できます。まあ人よりも良い暮らしをしたいですしね、成果上げたいわけですから、まあ人より頑張ってハードワーク働きましょうよ。もうそれでね、問題は解決ですよ。もうハードワーク、ハードワーク、ハードワーク。と言いながら、オカリさんはイクメンっていう肩書きもお持ちですよね。はい。本当ですか？イクメンですか？イクメンでーす。イクメンです。なんでそんなに一生懸命長時間働いて、イクメンなんていうこともできるんですか？あ、これですね、まずちょっとこの辺ちょっと言うとあれですけど、まずね、あの育児をする、食事を作るとか家事をするとかおむつ替えるとかね、それがイクメンっていうことでしょうかね。やっぱり役割分担ってことがありますよね。あのやはりあとは子どもの成長とともに、子どものやっぱり心のね、その成長、それを育んでいく、ケアしていくっていうこともあるわけですね。で、あの役割分担の中でやはりですね、しっかりと、お父さんが稼いでね、そしてね、でとにかく安心して豊かな暮らしが送れるようにということで責任を果たす、これは立派なイクメンじゃないですか。でもそれは男が働いて女性は家庭にみたいな感じにも聞こえますけれど、うん、それはいろいろな家庭のルールがあっていいかと思うんです。で、決してそういったことでもないんですけども、あの我が家はですよ、もう平日はもう母子家庭ね、家内が全ての家事をですね、あの1から10までやってくれております。私はもう外で思い切りですね働いて、そしてね、まあ、たくさんお金を持ち帰るということでやらせていただいてるんです。じゃあ、ホカリさんのところではこう、ホカリさんが大黒柱っていうことになりますけど、そうなの、そうなの、大黒柱、いい表現だと思うんですけど、はい、僕が大黒柱、一家の主です、という言い方をすると、まだ女性からはっていうことになりますよ。うん、なんかいいテンポできますね。あの、そうそう、ね、女性軽視とかね、男女雇用均衡法とかいろんなことがあってね、まあ、いろいろちょっとそれデリケートなね、ちょっとあのオリンピックのうんちゃら会長みたいなことなんかもちょっといろんな問題になっておりますけどもね、これはね、決してそういうことでは一切ないです。いろんな家庭のルールがあっていいかと思うんですけれども、まずね、この家族、家庭というこのコミュニティ、これを上手に運営していこうとしたら、それやっぱり責任の所在がはっきりしていた方がいいですよってことなんですよ。これ単純に考えていただいてですよ、会社でもね、やはり社長がいてね、やっぱり専務がいて、部長がいて、課長がいてみたいな形で分かりますか。これ組織があってね、それで責任の所在が明確になってるってことなんです。いろんな組織団体も、やっぱりその代表の方がいて、委員長がいてっていうような形で、つまりこれはね、責任の所在が明確になってるっていうことです。ですから、ご主人が、夫がね、俺が一家の主だっつってね、課長だって言って、でそれでね、主だとか課長だって言ってふんぞり返ってさ、だからお前たち下々みたいなこと使えろみたいな、そんな夫はね、
もう追い出してしまいなさい。ね、女の夫は論外だけど、あの、夫が本当に家長だということでね、あの、率先して責任を取ろうということであるのであれば、これはどうでしょうか。奥様方にとってはね、非常に喜ばしいことにはなるんじゃないですか。だってありとあらゆることはさ、私のストレスもね、今のこのお金の状態も子供がこういう状態であるのも、すべてあんたの責任ですよっていうことが言えるわけだから、喜ばしいことではないでしょうかね。やっぱりじゃあその俺が主だリーダーだっていうこの大黒柱である人がきちんとこの長期的に見てこっちに行くんだっていうふうにリーダーシップを持って引っ張っていかなきゃいけないってことですね、うん、あのそういうふうに責任をとにかく明確にすることでですよ。でこれは夫はですから本当に妻が今この状態にあることもね、でこのようにストレス抱えて自分にいろんなことで辛く当たってくることも全て自分が上手にそれをあのケアできてない自分の責任だっていうことで受け止めることで、あのそういった一つ一つに対して真摯に向き合うってことにもなるでしょうしね。だってこれは会社で言うと、あの何かあの会社の中で問題が起こって従業員が傷ついてとかね、心病んでみたいなことになった時にその責任は誰にありますか。やっぱりその組織の長、社長に責任があるわけです。ですからそれはいろんな意味でその子をね、まあ、ちゃんと休業ね、その間も経済的にはサポートしてとか、まあ、いろんな意味で心のケアをしてとかですよ、そういったことを行うのはこれは当たり前のことじゃないですか。ですからね、家庭においても夫がね、課長としてすべての責任を負う、子供に起こっている問題、経済のこと、そして奥さんが抱えているいろんな心の問題、ストレスもね、すべてあなたの責任だ、自分の責任だということで、それを受け止めることができれば、そこからいろんな解決策、良い結果は生まれてくるのではないでしょうか。あと、カイさん、別の見方からすると、うん、今ね、これだけ一生懸命働くっていうことに対して水を差すような、うん、休みなさいとか、あの残業するなみたいな、そんなことを言われてくるじゃないですか、うんうん、そういったところ、バリバリ働かなきゃいけないけども、うん、休みなさいって言われてる、この辺でやっぱバランスを取ろうっていうような動きもありますけども、うん、そういったところは、カイさん、どういうふうに考えてますか。まあ、バランス取ったらいいんじゃないですかね。まあ、あの休める人は休んだらいいかとはもちろん思いますよ。あの自分だってもちろん休むときは休むんですけどね、これですね、まあライフワークバランスね、まあ、我々もですね、このトータルパーソンという概念があるんですよ。あの全人格者ということなんですね。6分野ね、バランスよく目標達成していきましょうということがあるんです。でこれは経済職業面、健康身体面、社会、文化面、知識教養面、家庭家族面、そして健康身体面ね、でバランスよくで、そうじゃなければ、結局やっぱり長くは続いてはいきませんし、まあ、結果的に良い、あの幸せなね、そんな状態にもならないでしょうということがあるわけですけれども、こういうことをね、訴えてますからね。いやでもそんなに働いたらね、家庭家族面の目標がとかね、社会面での目標がとかガタ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 言う人たくさんいるんですけどね。ですけどね、まあ、それはそれぞれの事情がありますから一概にそれを押し付けてっていうことではないんですけれども、本当に冷静に6分野に面と向かいましてね、そして自分自身の現在地を知って、そしてね、自分の価値観を定めて、そういった中で優先順位をつけていくとどうでしょうか。まあ、売れる営業相談室、フルコミッションで働いているセールスマンであったりとかね、自分でご商売やられている方であればですよ、やはり仕事を何においてもですね、優先してそこに向かうべき優先順位の高い活動だということにはならざるを得ないかとは思います。ワイヤホカリさんは大家族の主であるわけでして、はい、だから稼ぐ金額もたくさん稼がなあかんですからね。とはいえ子供があれやってこれやってみたいなことでいろんなこう要求がある中で、でもほかりさんはいや稼ぐんだっていうふうになるわけでしょ、はい、その辺のこう後ろ髪引かれるみたいな、やっぱり辛い思いとやっぱりそういうのもあるんじゃないですか。あのですね、それ本当にその通りなんですよね。ですけどね、やっぱり夫はね、あの課長はこれ言ってみるとほかり家っていうね、あの船の船長ですから、やっぱりこの船を安全にね、あの後悔させて、そして目的地まで連れていくっていうその責任がありますよ。でそうした時にね、やっぱり本当に子供にすがられてね、パパーっつって、で本当にねやってやりたいと思いますよ。やっぱりそれであの見に行ってやりたいな、作品展でも見に行ってやりたいなとかね、あのこれをしてあれ してってことに時間取って、そうしたいって自分ももちろん心から思う。そしてね、女房に妻にね愚痴を言われて、いやそんなこと分かってるし本音をやってあげたいって、だけどその時の感情に流されずにね、本当に後ろ髪引かれてでもやっぱり優先すべき仕事に集中没頭してっていう、そのことが必要だと思います。目先の感情論、そういったことだけではなくてね、課長としてね、ほかり家の船長としてやっぱり中長期的にこれを安全に航行させていくってことを考えた時に、何を優先すべきかということがね、明確になるかと思います。そんなほかりさんが唯一こう家族に向き合えるっていうふうに自分が解放できるっていうのが、さっきおっしゃった日曜日なんです。日曜日だけです、ね、日曜日は必ず休みです。日曜日のスケジュールってどんなことなんですか。あの日曜日はですね、私はクリスチャンですから、まあ、家族全員とね、はい、まずは朝教会行きます。
で教会帰ってきてからはもうずっと家族と、はい、ずっとですね、過ごすということで、もう仕事のですね、SNS とかメールとかこういったことも一切全てするです、ね、はい。もうその中でおかりさんっていうのは、じゃあもう日曜日はきっと奥様もお子様も日曜日にはこれやってほしい、あれやってほしいって思いがずっと溜まってるので、その思いをバーンってぶつけるっていうところで、おかりさんっていうのは 100% その思いに応えてるってわけですよね。 100% 応えたいってね、心の底から思ってますけど、 100% になってるかどうかはね、ちょっと家族に聞いてみないと分かりませんけど、あの一つですね、でもずっと長く続けてることはあって、やっぱり本当に妻にもね、子供たちにもいろんな辛抱を本当にさせてるなって、分かってるんです。で申し訳ないなっていう気持ちももちろんあります。で自分も本当に家族と過ごしたいな、遊びたいなっていう気持ちもたくさんある。ですからやっぱり仕事頑張ってね、成果上げてっていうことに、まあ、意識が気持ちが向いておりますし、で本当に少ない時間しか、実際にね時間を共に過ごすことはできませんから、日曜日はねとにかく自分の都合でギブアップしないっていうことは決めてます。だからとにかく自分が疲れたからもう早く帰ろうみたいなことは言わない。とにかく子供が、あ、もうパパ疲れた、もういい、もう帰ろうっていうまではですね、自分からはギブアップしないっていうことは決めてるんですけど、ちょっと年々ねやっぱり、はい、しんどいなっていうのはありますけど、でもしんどくてもね、なんでもやっぱり自分自身が本当にそのことが喜びです。家族を愛したい、妻を愛したい、良い父親でありたい、良い夫でありたい、家族を幸せにしたいっていうのが本当の自分の本心。素直になれば愛したい、幸せにしたい、それが自分の最大の、本当の望みだっていうことを分かってもいますので、まあ、そのようにチャレンジをしております。おかりさんが持っている潜在能力すべては愛するご家族のためにあるわけですね。私は愛する家族のためにモテる潜在能力を最大限に発揮している。日々そのようにアファーメーションしております。ハードワークで家族を幸せにしましょう。それではまた、さよなら。